福山が空襲を受けたのは、私が千田国民学校6年生の時でした。当時の我が家は、両親と2人の弟と私の5人家族でした。学校へ行っても勉強はできず、空襲警報が鳴るたびに防空頭巾をかぶり、校舎の裏庭の壁の下にへばりついて、親指で耳を塞ぎ、中指で目を塞いで、サイレンが止むまで隠れました。戦時中、町にはたくさんの標語が貼られていました。壁に耳あり、障子に目あり、欲しがりません勝つまでは、進め一億火の玉だ。標語を見るたびに、どんなに苦しくても、辛くても、戦争に勝つまでは耐えて頑張ろうと、自分に言い聞かしていました。学校では、運動場で空襲の消火訓練のためのバケツリレーをしたり、敵が来たらこうやって刺しなさいと、竹槍の訓練を受けました。こんなことをしても勝てるんかな、こんなんじゃったら負けるわ、と思っても、どこで誰が見たり聞いたりしているのかわかりません。戦時中、日本では戦闘機の燃料が不足し、松の木から取れる松ヤニという油が戦闘機の燃料になると言われていました。夏休みには4、5人が1グループになって朝早く山に松ヤニを取りに行き、松の木の幹にY の字型に傷をつけて、松ヤニを竹筒に溜めて学校に持って行っていました。運動場に大きな防空壕が掘られていて、その防空壕を笹の木で折って隠すために、山に笹の木を借りに行きました。山に行くだけでも大変なのに、笹の木を買って束にして、くくろうとすると、笹がうまくくくれず、下に落ちていくのを、やっとのことで食い止めて、引きずりながら学校まで持って行っていました。校庭の大きな防空壕には、30人ぐらいは入れると言われていましたが、私は入ったことはなく、大阪から集団疎開してきた子どもたちが入っていました。戦時中は食べ物も配給制で、限られた物資を隣組で公平に分配されていました。配給制といっても家族が食べられるほどの十分な食料はなく、だんだんお米もなくなって、たまに麦があればいい方で、いつも腹を空かしていました。豆腐屋に並んでおからを分けてもらって、おからご飯をして食べました。味がついていない麦や小麦の皮を全部食べました。ナズナ、ヨモギなどを取って食べ、道や土手に生えているものは何でも口に入れていました。運動場を開墾して、さつまいもを植えていました。運動場の土は栄養分もなくて、食べられるようなさつまいもはできなかったのですが、芋づるがとても美味しかったことを覚えています。徴兵制により、17歳から40歳までの男子国民は、国民名簿に登録されて、20歳になると徴兵検査を受け、検査に合格した人の中から抽選で3年間の兵役に服することが義務付けられていました。昭和19年、37歳の父も出世していきました。当時は徴兵の人数が多かったようで、出世しても
することがなくて、福山の町を駆け足ばかりしていたそうです。父は駆け足で体力を奪われ、体が弱ってしまい、胸を患って戦争にも行けず、家に帰ってきました。家に帰っても病気を治す薬もなく、十分な食べ物もないため、父は寝ていることしかできませんでした。日本中で空襲が続き、学校や町内では、今日はどこどこがやられたという話で持ちきりで、とても不安な毎日を過ごしていました。夜寝るときには、すぐに防空壕に逃げられるようにと、枕元には履物とかぶって逃げるための夏布団を置いて寝ていました。8月8日の夜、隣のおじさんが、福山に照明弾が落ちたと叫んで来られ、家族みんなで急いで近所共同の防空壕へ入りました。戦時中は空襲の避難場所として、各家庭に防空壕を掘ることが義務付けられていました。我が家では寝たきりの父のために、家のすぐ裏に畳1畳ぐらいの防空壕を掘っていたので、父だけはそこへ寝かせました。防空壕に逃げ込んでも、B-29 の爆音と爆撃を知らせる火の見櫓の鐘を叩く音が響いて頭がおかしくなりそうで、焼夷弾でシャ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 という雨のように落ちる音もあまりにも恐ろしくて生きた心地はしませんでした。音が止んで恐る恐る防空壕から出てみると、山の向こうの福山駅の方の空が真っ赤に燃えていました。近くに目をやると真っ暗な夜道をぞろぞろとたくさんの人が布団をかぶって道幅いっぱいに北へ向かって歩いていました。福山駅は空襲で駅舎が被災したため、福山駅の北にある横尾駅から三好の東海市行きの下り列車に乗ろうと、翌朝はたくさんの人たちが横尾駅に来ていました。ここ。私の家が横尾駅のちょうど前なんで、私にも何かできることはないかと思い、母と一緒にバケツに井戸水を汲んで、試作を入れて家の外に置いておりました。バケツの水はみるみるうちに空っぽになって、2回、3回と井戸水を汲んできては皆さんに出しました。遠い親戚じゃけど、駅屋の方へ知り合いがおるけ、これから行くんじゃという人や、いっぺんには列車に乗れんので、横にならしてくれと何人も我が家に入ってこられました。8月8日の空襲の後、福山駅はすぐに復旧し、やがて列車も通れるようになりました。その頃、8月6日に広島に新型爆弾が落とされたことを知りました。原爆が落ちて1週間ぐらい経った昼過ぎのこと、横尾駅に列車が止まり、ザザッと大きな音がしました。横尾駅に行ってみると、担架に乗せられた人が次から次とプラットホームに降ろされていました。みんな白衣を身につけていましたが、係の人が広島で爆弾にやられた人じゃ、と言っていました。原爆で顔の半分が炭のように黒くなっていた人もいました。足元がおぼつかず、トイレ行きたいという人を二人がかりで駅のトイレに連れて行っていました。ここにおる人もそう長くは生きられんと係の人から聞きました。
15、6人ぐらいの人は体に膿が出てきて、そこに灰がたくさんたかっていたので、私はうちわで仰いであげました。その後大型のトラックが来て、その人たちは荷台に順番に並べられ、薄いゴザのようなものをかけられていました。原爆で傷ついた人たちは動き始めた列車に乗せられて、爆心地から数十キロも離れたところに何箇所も分散して運ばれ救護されましたが、残念ながら身元もわからないまま亡くなっていった人も多くいたそうです。必ず戦争に勝つと聞いていましたが、日本は8月15日に終戦を迎えました。戦時中は灯火管制といって、夜外に明かりが漏れて爆撃を受けないように電球に黒い布を巻いて生活していました。口々に戦争は負けたそうな、これで戦争は終わったと言っているのを聞き、私はそんな生活からやっと解放され、これで今晩から電気がつけられると思うと少し明るい気持ちになりました。戦争が終わってほっとしたのもつかの間、戦後は食べることにもことかく状態で、農家の親戚から食べ物を分けてもらいに行きました。帰り道には警官があちらこちらに立っていて、見つかると全部取り上げられるので、母と一緒に食べ物を服に隠して駆け足で帰りました。母が嫁入りに持ってきた着物や羽織、そして私の着物までも全部売ってお金に換え、病気で寝ている父の薬を買い、家族の食べ物に交換しました。少しばかりの田畑や家の作業で、母はとても忙しく、できることはやろう、下着や足袋などは全部自分で縫っていました。戦後義務教育が始まりました。勉強できることになっても、戦後の後始末をしただけで、帳面も紙もなく、食べていくこともままならず、学校に行けない人も多くいました。戦争に負けた日本は、民主化を進めるために、戦争に関係のある言葉や文章を全部墨で消し、読めないようにするという命令が、学校の教室では先生の指示に従って教科書に墨を塗る作業が行われました。私は中学校で ABC が書けるぐらい英語も教えてもらい、少しだけ勉強ができました。戦後復興の混乱期の中、列車に乗って宮島修学旅行にも行かしてもらいました。昭和22年に父が40歳で亡くなり、続いて上の弟も15歳の若さで亡くなりました。二人とも結核でした。今では結核で亡くなる人はいませんが、当時は治療薬や予防接種もなく、結核で亡くなっていく人が多くいました。昭和30年、会社の健康診断で私にも結核が見つかり、就職したばかりの会社を辞め、入院することになりました。その頃、母は近所の友人から誘われて、初めて創価学会の会合に参加し、驚愕に裏付けられた確信あふれる信心の話を聞き、娘を死なしてなるものかと入信の
決意を固め、必死でお題目を唱え始めました。入院から1年余りして退院して家に帰ってくることができました。元気になるようにと祈ってくれていた母の思いに触れて、私も信心を始めました。その後も何度か結核を発症しましたが、その度に健康になれれるようにと祈り続け、次第に薬もよく効いて、だんだん元気になりました。昭和34年には結婚もすることができ、夫も入会して、夫婦で信心できるようになりました。昭和56年8月4日に、福山市保健所から結核が治ったことを証明する通知を受けました。私は戦争で食べることも生きることも大変な青春時代を過ごしました。満足に勉強もできなかったけれど、創価学会の中でいろんなことを教えてもらいました。今では友人から、あんたはいろんなことを知っとるなぁ、水積さんが目標じゃ、と言われます。これからも地域の皆さんと共に元気に頑張ってまいります。